はい、皆さん毎度毎度、はい、割れたね、こういう鉢ね、今回初めてね、シリコンシーラントでね、接着してみたね。プラスチックの鉢だと捨てちゃうんだけどね、なんかこういうのって捨てるのもめんどくさいから、とりあえずは接着して再利用。ただ材質的にね、これ水が染み込むからね、水が染み込んだらどうなるかね、針金で縛った方がいいんかね、これこの貧乏臭さがたまんないよね。最近植木もね、買いに行くのがめんどくさいからね、なるべく挿し木で増やしてこれはもうガーデンシェード、日陰用の植木だね。いくら日陰でもね、やっぱり紫外線がないと育たないみたいね。だから室内に入れちゃうとやっぱり枯れやすいよね。であれ、これ切り口さ、まあいろんなやり方あるけど、皮むいた方がいいっていうの。だからちょっと皮むきながらね、ちょっといらない葉っぱ落としてね、こそげ落として表面の皮、ほんでやったらどうかなと思って。まあこれやらなくても結構これつくんだけどね、今回ちょっとこの下の方をカッターでちょっと表面の皮をね、こそげ落として軽く、ほんでちょっと挿し木してどうなるかね。こういうのもね、買っちゃった方が安いんだけどね、まあ500円とか300円とか、ものによっちゃ100円ぐらいだけどね。でも買ったら負けだよね。で、買いに行くのもめんどくさい最近。だったらもう増やしちゃえっつってね、こうやって雑に水入れない方がいいよねなんかざーっと水かけたら、なんか葉っぱの並び方がおかしくなっちゃった左上の隅に今ね、植えたやつ置いたんだけど、ちょっとわかんないね。ああ、これ椅子ね、椅子ただ置くより、この椅子ほとんど誰も座んないんだよねだから植木置き場で、春先っていうか初夏にね、これ千年木だっけ、千年木とか青年の木とかって言ってるよね、ドラセラね、ぶった切ったやつね。とりあえず根が出てきたんだけど、根詰まりしてるのか栄養不足なのかちょっと遅いね。もう秋になってこの大きさだとね、冬越せるかどうかね。これ大きな鉢になってね、もう根がパンパンにやってるとね、もうこれ引っこ抜けないんだよね。もう見てるだけで大変だからさ、もう元株っつうの、大きな鉢はもう見切りをつけて切ったやつで小株を育てていくっつうの、だもうちょっと方向変換するっつうの、仕立て直しだよね完全にね。で、今回切った時暑い時だったのかね、切り口からどん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 ね、水分が逃げちゃって、上の方がもうへにゃへにゃにね、柔らかくなっちゃってんだよね。で、下の方から新芽が出てきてんだけど、これ多分上の方はもうダメだと思うんだよね。だからまあいずれ切って捨てるようかなと思ってる。この辺は意外とね、ダメなところってもう絶対芽が出てこないからね。で、今ちょっと半分切ってみたんだけどね、左手だと力入んないんだけど、右手でもう柔らかくなっちゃってるんだよね、グズグズにね。だけど水分は結構含んでんだよね、どういうことだかね。もうだいぶ柔らかい、もうなんつうの、腐る寸前の柔らかさだねこれね、指でつまんだ感じね。だけどね、匂い嗅んだ感じね、匂いはね、腐った匂いはしてないからね、いやどうなんかなと思ってね、とりあえず切って様子見て、多分まあ芽はもう柔らかいんで、グズグズグズって柔らかいから。で、結構芽が出てるっていうの、新芽が出てきてるとこはもう硬いんだよね、カチンカチンにね。で、これはもう柔らかいから多分ダメでしょう。この切ったやつね、初夏に切ったやつはもう植木鉢に刺しておいたら芽が出たね。ほんでこれはオリーブだね、オリーブまあなんかついて成長してるね。こっちもオリーブだね、これも成長してるね。今までオリーブの挿し木過保護にしすぎてたね。やっぱり芽が出るまでは室内でいいかもしれないけど、ある程度なんか動き出した時にはもう外出して紫外線をある程度当てないとやっぱりダメだね。過保護にしてるとかえって枯れちゃうつの。これもね、切ったやつね、この外のやつね、ドラセナね、新芽がボン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 出てきてね、これ冬どうしようかなと思ってね。もうちょっと綺麗にね、芽が出てんだったら人がもらってくれっけど、あんまり綺麗じゃないからね。これもゴールドクレストの挿し木ね、皮むいた方がいいっつうんだよね、下1センチぐらい。だからカッターで皮こそぎ落として挿し木したの。鹿沼土ね、どうなるかね。まあたまにこうやってね、これ水はもう基本的には底面給水ってやつ、受け皿に水をねあげるタイプだね。上からジャバジャバってはかけないね。まあ挿し木でね、つくとね楽しいよね。まあドラセラの上はかなりの確率でつくけどね、オリーブがね今後どうなるかね。あと外にある台湾ケヤキっていうのもあるんだよね。あれもね、小株から増やしたいんだよね、挿し木でね。木の枝みたいなやつだね。で、これが台湾ケヤキ、手前のは島のトリコとかなんとかいうやつだね。
これ一本ね、なんかちょっと上に向いてんのさ、あの右に45度ぐらいできれば右、3時の方向ぐらいまで曲げたいんだよね。左右に針金さ、しっかり縛る場所、アンカーがあればそこにやって左右から引っ張って曲げちゃうんだけど、ちょっと何にもないんだよね。これどうにかなんねえかなと思ってね、でくさびでも打ってちょっと曲げようかってんでね、まあたまたまおあつらい向きの木があったからね、まあぶっ刺してひん曲げたけど、ちょっと形良くなったね。これしばらく、まあ、続けてひん曲げるようだね。この木はさ、軒下に置いてあって上から直射日光が当たらないから上に伸びないんだよね。まあでもね、植木ね、こんなに増やしてどうすんのって思うかもしれないけど、ある程度増やして親株がね、結局根詰まりでダメになっちゃうんだよね。そうしたら入れ替えるっていうのは、これ隣にね、ハーブね、手入れしないでさ、枯れたのとかさ、そのままなんだよね。だから、まあ、隣にほらヒゲパーマかけに来るから、まあちょっと話してね、枯れたの切ってちょっといじっていいって言ったら、勝手にやっていいみたいなこと言うから、もう切って中さちょっと詰めて差し木してさ、差し木結構つくね。あとこうやってさ、土の入ってるだけの植木鉢、空鉢、こういうのもお店の前に置くべきじゃないんだよね。花もさ、あのなんか種がこぼれたやつ、内からこぼれたやつなんだよね。それが、隙間から地面で地植え見たくなってから元気あんね、これね。だからこれもある程度長さ詰めなきゃ、本人切ったみたいだけど、まだちょっと思い切りが足んないね。これは絨毯屋の植木、これもなんだか枯れ葉だらけでさ、何わけわかんなくなっちゃってんな、これもね。これは内から一軒以上離れてるからいいけどさ、こういうのもね、みっともないんだよね、お店の前に置きっぱなしっていうのはね。まあでも今の時期はね、ちょっと夏の勢いでね、新芽が出てるからいいけどね、これからだよね、冬になるとね、枯れ始めるからね。やっぱオリーブがいいのかな、あの常緑樹、うん、はい、お疲れ様でした。